サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日もチャンピオンズリーグの一戦が始まります。このカードはレアルマドリード対ユベントス。福西さん、注目のカードになりましたね。はい、待ちに待った試合です。まずはこのファーストレグからじっくりと見ていきましょう。本日の試合はレアルマドリード対ユベントスのマッチアップです。この試合はUEFAチャンピオンズリーグラウンド16のファーストレグ、現在は前半です。ノックアウトラウンドに入って、この先はさらに厳しい戦いですね。ピッチのどこでもプレスをかけて相手の動きをコントロールし、いいパスを出させないチームですね。今日もいつも通りの戦術を期待できますか？その可能性は高いですね。相手の自由を奪えばミスにもつながります。今日も動きのある試合を見せてくれるでしょう。こちらがユベントスの先発メンバーです。今日の陣形は一般的な 4-3-3 です。ウイングの位置の選手には攻守に貢献が求められます。UEFAチャンピオンズリーグラウンド16ファーストレグ、今試合が始まりました。いよいよノックアウトラウンドです。まずはこのファーストレグをしっかり戦いたいですね。よく聞いています、マテューディ。ここはよくスペースが見えていました。残念ながらゴールにはつながりません。これはディフェンダーを越えません。エムレジャン、ここはクルトワが見事に止めました。トニクロースに注目が集まりますね。今日はどんなプレーを期待されますか？福西さん、ロングパスの名手ですね。ビルドアップを楽しみにしています。セルヒオ・アグエロ、キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。読んでいたのかもしれませんが、それにしてもよく止めました。コーナーからエリア内へ、コーナーキックからのボールはそのままキーパーへ。リバラはサイドに持ち出すでしょうか。エデン・アザール、うまくタックルでボールを奪いましたが、相手ボールのスローインです。スローインはしっかりと味方につなぎたかったですね。ガレス・ベイル、アグエロへ、タックルでボールがこぼれました。ロドリゴ・ベンタンクール、いいプレスです。ボールを奪いました。モドリッチへ、相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。クリスティアーノ・ロナウドへ、マークを振り切った。中へ切り込んできた。いいカットです。ボールを奪いました。サイドからの攻撃を狙います。クリスティアーノ・ロナウド、キーパーのファインセーブ。あの距離からのシュートによく反応しました。これは見事なパスカットです。エムレジャン、このパスは読んでいました。
エムレジャン、遠目からシュートもこれは難なくキーパーが処理しました。リバラのパスがカットされました。モドリッチ、ボールにはクロス、マルセロ、いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。クロス、モドリッチ、ベイル、このパスはカットされました。福西さん、今日は興味深いカードとなりましたね。はい、ユベントスとの力の差はほとんどなさそうです。クロス、マルセロ、レアルマドリーのチャンスになりそうです。ここで大きく前に出します。ゴールは見えるか。このスルーパスは通るか。キーパーのセーブ。正直今のは入ると思いました。得点を許さないという意思が伝わってくるようなセーブでしたよ。ディフェンスをかわした。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。エムレジャン、ロドリゴ・ベンタンクール、サイドからのチャンス。レアルマドリードのスローインです。カルバハル、カゼミーロ、アザールがタッチライン際を上がれそうです。タックルでボールがこぼれました。ボールにはクロス、アザールからのいいクロス、惜しい。クロスは結局合いませんでした。エムレカン、ロドリゴ・ベンタンクール、リバラ、いいタックルでしたがスローインになりました。リバラ、ベンタンクール、ここはクルトワが見事に止めました。マルセロ、アザールに絶好のパス。アザール、中にはアグエロ、クロスは相手に渡りました。いいボールを入れてきましたがここはクリア。ボールに絡むと空気が変わります。クリスチアーノ・ロナウドです。シュートを打ってきた。簡単にさばけるシュートでした。前半終了して0対0、両チーム無得点で折り返します。準々決勝進出をかけた UEFA チャンピオンズリーグラウンド16ファーストレグ、後半開始の笛が鳴りました。どちらのクラブもさらにギアを上げてくるはずです。後半もじっくりと見ていきましょう。クロース、高いボールでベイルを狙いました。スルーパスが合いません。キーパーが難なく処理しました。クロースが読んでいました。アグエロ、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。レオナルド・ボヌッチ。さて福西さん、クロースですが前半もご覧になってどのような印象ですか。見せ場らしい見せ場はありませんでした。おとなしすぎですよ。後半はもう少しアグレッシブにいかないと相手ディフェンスに楽をさせてしまいます。ロドリゴ・ベンタンクール、クリスチアーノ・ロ、どうする。コースだ。シュートのコースを読んでいましたね。コーナーキックです。同点ですがここはディフェンダーが上がってくるでしょう。いい攻めが続いていますね。このコーナーは得点につなげたいでしょう。サポーターもかなり盛り上がっています。リバラのコーナーで、クリスチアーノ・ロナウド、キーパー落ち着いて対応しました。あの距離で冷静に見極めましたね。クロース、さあアグエロ、ベイルへスルーパスが通る。ベイル、シェスニーが落ち着いて止めた。
これはさすがでしたね。コーナーキック、ユベントスまだ気は抜けません。クロセルヒオラモス、ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。このゴールは見事です。ビルドアップも丁寧でした。見事な得点でした。この右サイドからのゴールは武器になりますね。この角度からも見ましょう。リードを奪ってレアルマドリードはチーム全体に余裕があります。監督の表情も少し緩んだ気がします。ボールが再び蹴り出されます。試合はレアルマドリードがリード。これはまずいパスでした。相手に渡ります。マルセロ、これは見事なパスカットです。アグエロへ、ベイル絶妙のスルーパス。このボールはゴールキーパーが止めました。クロースが読んでいました。ベイル、ここはボヌッチのクリア。エムレカン、カウンターアタックに入るか。トニクロース、ボヌッチが読んでいました。アグエロ、セルヒオ・アグエロ。レアルマドリーのコーナーキックとなります。ここで笛、プレーを止めます。イエローカードです。さっきのプレーに対してでしょう。選手も自覚していたはずです。両手あげろ。これは惜しくも入りません。絶好のチャンスでした。流し込めばよかったと思いますが、どうしたんでしょうか。ロドリゴ・ベンタンクール、ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。ディフェンスが混乱してますね。ひとまず前に出しました。ボールがこぼれました。マチュイディ、フェデリコ・ベルナルデスキー、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。レオナルド・ボヌッチ、ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。抜いた。周りを確認したい。このタックルは危ない。一発退場でしょうか。フォワードの選手にレッドカード、退場です。不要なファールでしたね。冷静にプレーしなければいけません。としました。ここはどうするでしょうか。自分の声すら聞こえない大声援、観客もこのプレー。レアルマドリーのフリーキックになります。いい形でゴール前まで持ってきました。
カゼミーロ、アグエロへ、これは審判はレアルマドリーのフリーキックを指示します。レフェリーカードは出しません。注意です。ここでシュート、キーパーに収まりました。いいカットです。ボールを奪いました。レアルマドリーのフリーキックでゲームが再開されます。ゴールキーパーが果敢に飛び出しました。しっかりキープしています。これは見事なインターセプト。アザール、残り時間がわずかで得点もリードしています。コーナーキックからゴールを奪えばほぼゲームは決まります。コーナーキックからのボールはキーパーが処理しました。これをチャンスにしたいレアルマドリー、スローインです。ここは中央の選手にクロス、クロスバーに当たった。ここはキーパーがセーブ。1対0で試合が終了いたしました。カップ戦のファーストレグは敗れる結果となりました。セカンドレグでの巻き返しに注目です。今日の敗戦で悪かったところを次の試合で改善したいですね。この選手ですが、今日は素晴らしいパフォーマンスでチームに貢献していました。見事な働きでした。特に勝ち越しゴールは素晴らしかったですよ。本人も満足なんじゃないですか。今日のクリスティアーノ・ロナウドですが、